サンリスは、フランス、オードフランス地域圏、オワーズ圏のコミューン。パリの、約40マイル北にある。シャンティーの森と南のエルムノンビルの森との間に、ある。中世には王たちの住居が置かれ、長い歴史に伴う豊富な遺産と多くの美術館がある。大聖堂のある、旧市街には、ガロローマ時代や、中世の城壁に囲まれた。 狭い通りと古い家屋が並ぶ。ボーベから 44km、アミアンから 79km 離れている。バロア地方に含まれるサンリスは、穀物生産の風景を提供する豊富なシルトの平野に囲まれている。エルムノンビルの森、アラットの森、シャンティーの森がサンリスで交差しており、森の面積はおよそ1万2二千ヘクタールになる。都市の歴史的中心地は、 ノネット川を見下ろす位置にある。この川は、水源の南トゥイュラルドゥアンから 41km で、オワーズ川に達する。ボーベ通り、サンリスサイコの名は、サルベンクショムキビタスである。ガリア系の名セルバノスから派生した、ケルト人の名を地名にしたと思われる。セルバノスとは所有物や資産を意味し、後年に、ラテン語で森を意味するシルアムスと混同され、 ケルト語の設備字タイがついた。1世紀に記された名は、オーグスティメーガスシルバネクタムであった。5世紀は、キビタスシルバネクタム、またはシルバネクティスであった。6世紀にシンレティス、8世紀にセルネクタンシス、9世紀には、シンリーズとなった。ソンリースとなったのは12世紀からである。1780年代のカッシーニ地図に描かれた。 サンリスアンリ四千広場、古代、ケルトの一部族、シルアネクテス族の本拠地であった。ローマ時代に、多くの都市のように、ローマ皇帝に捧げられた名前アウグストマグスと呼ばれたが、ケルト語のマイナスメーガス、マゴスをその名に加えていた。3世紀には、軍事上の要所となり、蛮族の信仰に備えて4フィートの厚さの防護壁で囲まれていた。 囲まれた一帯の面積は7ヘクタールだった。ガロローマ時代の壁の遺跡は現在も見られる。3世紀、聖、リュールがサンリスに福音を伝えた。カール大帝時代に白爵領の中心となり、981年にユーグカペーが領有することとなった。987年に彼はフランス王になった。カペーアでのサンリスは王立都市となり、 ユーグカペーからシャルル十世までのフランス王たちの居住地となった。王たちは城を築き、その遺構が今も残る。十二世紀から十三世紀にサンリスは全世紀を迎えた。羊毛や川、ワインの売買で成長した。市場は大きくなり、ノネット川沿いには製粉所が作られた。人口が増えるにつれ都市の面積が拡張され、 新たな城壁が必要となった。フィリップ2世時代、ガロローマ時代のものより高く幅の広い第二の城壁が建設された。1153年からノートルダム教会が建設されたほか、多くの教会が建てられた。1173年、ルイ7世より自治体憲章が授けられた。サンリス住民は王に近い重要な役割を担うようになった。 国会史にしてサンリス司教ランはフィリップ二世の重心であった。彼はブービーヌの戦いでの功を授けられ、1222年にサンリス郊外にビクトワール修道院を建てた。1265年サンリスに大管区が設置され、ボーベとベクサンの広大な土地が含まれた。1319年借金で首が回らなくなった。 自治体は取り潰され、王権の直接管理下に入った。サンリスは100年戦争で荒廃した。しかし1418年にアルマニャック派軍に包囲された時は都市の破壊を免れた。それにもかかわらず、6人の人質が処刑された。戦争で経済は台無しにされ、15世紀末まで多くの建造物の再建や復元はならなかった。 1493年、シャルル八世は、ブルゴーニュ公、新生ローマ皇帝、マクシミリアンド・オトリッシュとサンリス条約を結んだ。16世紀のサンリスは、司法、大漢区、選挙、遠税収入、水、森林で重要な役割を担っていた。しかし1582年に、ボーベを中心とした大漢区が設定されたことや、ユグノー戦争の勃発が、 サンリスの復興に新たな打撃を与えた。ユグノー戦争中のサンリスは、コミューン内にユグノーがおり、近隣のコミューンが暴力に屈する中で調和の取れている模範であった。1577年、サンリスは未来のアンリ四世に味方した、イルドフランス地方の都市の一つとなった。三世紀にわたり、サンリスはその経済的影響力と人口の割合を、 減少させ、ゆっくりと衰退していった。代々の王たちが長くとどまった城は保全されることなく荒れていった。一方で、教会や神学校、多くの信者団体が徐々に新設されていった。長期にわたる宗教支配は自治体と住民を悩ませたが、減速することはなかった。18世紀、フランドルへ向かう道がサンリスから東へ設けられた。 18世紀半ば、中世からあった城壁や門が取り払われた。17世紀から18世紀に建てられた多くの邸宅が、現在も残っている。フランス革命時代、サンリス市教座、修道会、規模の大きな修道院が廃止された。コミューンを宗教が支配する時代は終わった。破壊活動は、重要な記念物の詰め込まれている。 聖堂の出入り口といった一部に限られた。しかし、数多くある古い宗教施設は、国家資産のように売却されたのである。コミューン経済が、瀕死の状態であったのに、信仰生活を送るコミューンは無意にその日を暮らしていた。北部鉄道は、サンリスではなく、シャンティーやクレイユを通り、サンリスを見捨てた。サンリスは、県の、小さな郡庁所在地のままだった。 1832年には、これら流行に見舞われた。第二次世界大戦中、サンリスの入り口で、いくつかの戦闘が起き、ドイツ軍によって4年間占領された。コミューンが、アメリカ軍によって解放されたのは1944年8月であった。1950年代、パリ首都圏の成長が始まった。1964年12月より、サンリスを通る。 北部高速道の建設が始まった。そして最後に、1974年のシャルルド・ゴール空港の開港が、コミューンの経済進展に有利な局面をもたらした。急激な人口増加のため、郊外に新たな地区が作られた。1962年、マルロー法によって、旧市街の42エーカーが文化財保護区にされた。1969年より、 高速道沿いに、経済、商業エリアが生まれた。古く狭い工事など歴史ある佇まいのサンリスは、パリに近いため多くの映画作品の舞台となってきた。以下は、サンリスで撮影された一部の映画作品と、監督名を挙げる。ナムでハビタンツでカミューンズフランセーズ。2008年5月24日閲覧。 イストアール・デラリン・ニューシュールル・サイト・パーソネル・デ・パトリック、セロー・ハット・シャビエル・デ・リマール、ディクシオナル・デラ・ラング・ガロワーズ、エディション・エロンス2003、P269、エルメスト・ネグラ、トポニミージェネラーレ・デラ・フランス、1995、P157N2522、ジェラール・クーラン、レ・ギャロ、ロマン、ビーブル、トラベス・エーズ、クワ、 セディストレア 54AVJC-486APJC。パリ、エロンス、2006コレクションヘスペロディーズ、ISBN2 から877723313、P21 マークドラン及びフィリペ・ボンネット、レボルダリー、ソンリー・スイさん。パトリーム・アン、ラビル・ EN セフォレ、ボベ、ジェマブ、1995、P11。 パブリケーションデラペデソンリース23枚1493。2008年5月24日閲覧。デュアリー・アマル、ユヌ・コンコルド・アーバン、ソンリース・エイユートン・デリー・フォームズ、プレッシーズ・ウニベル・シテール・デリモージュ、2007、マーク・ドラン及びフィリペ・ボンネット、レボルダリー、ソンリース・イ・サンパトリム・アン、ラビル・イ・エヌ・セフォレ。ボベ、ジェマブ、1995。 P13 オルガノグラムで L アドミニストレーションミリテールアルマンドダニエルオ伊勢。2009年10月23日閲覧。ありがとうございます。